どうも、東海釣り三昧です。今回はね、ちょっと雨がポツポツ降ってますが、雨の中、ハゼ釣りを楽しみたいと思います。夜ですけどね、夜釣りで朝まで明るくなるまでの1時間ぐらいかな、ちょっとやってみたいなと思います。竿はね、延べ竿です。アグレッサーのライガー、好調270、ちょっと短めで、ここ浅いんでね、270で。ちょっとね、ライトを忘れたというか、ライトはついてるんだけど、撮影用のでっかいライトがね、バッテリーがね、抜けてた充電して、よしよしと思って、で今ライトつけようと思ったら全然ライトつかなくてさ、なんだと思ったらバッテリーがありませんでした。バッテリーがどっかで外れたんだろうね。まあ家の中だけど、だから今ちょっとちっちゃいライトでやってます。餌はゴールドイソメで、お、来た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 、いた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 、あ、もうこれした、10センチぐらいかな。まあ今日はこのサイズだ。あ、これちまはずじゃない、ウロハゼだった。当たってる。よしよしよし、来た、イエイ。あ、今度はマハゼだね、ちゃんと10センチぐらいかな。今日はまあこのぐらいのサイズを狙って楽しみたいと思います。このクーラーさ、釣り具屋の中古で200円だったラッキーと思って、蓋だけね、跳ね上げに、まあ軽くだけど跳ね上げに改造して200円、竿立てつけた。10匹ぐらいいればいいな。10匹、朝までの1時間で、まあ今の感じだと全然10匹ぐらい余裕でいけそうだけど、10匹釣って干物にしたいなと思ってます。今日ちょっと雨だからね、干物にしづらいんだけど、イエイ。結構コンスタントに釣れるじゃん、割といいサイズ。え、でかっ。針飲まれると厄介だな。今早掛けハゼってやつを使ってんだけど、ちょっと厄介だ。針をね、流線形に変えましょう。この方がね、外しやすい。袖型より。袖型とか、まあ、キツネはあんまり使ったことないけど、袖型の針はね、外しにくいんだよね。あ、来てる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 。意外してた。でかくない？ハゼ。でっか。なんだこのハゼ。ヒネハゼにしちゃあさ、太ってるんだよ。何これ。18センチ。でかっ。でかくない？ 18 センチだよ。え、落とした。危ない危ない。でかっ。よいしょよいしょよいしょ。
そうそう、今日はこんなサイズの予定だったんだけど、でっかい窓、18センチはでかいわ、ちょっと想定外。めっちゃ食ってくるわ今日。落とせば食ってくる。仕掛けは紹介し忘れたけど、ハゼスイベル、市販のね、なんかハリス止めが T 字になってるハゼスイベルっていう市販のスイベルの下にナスオモリ、何号だろうこれ、つけて、んで市販のねハゼ針をハリス止めに引っ掛けて、赤い染め、んオレンジゴールド、ゴールド磯目使ってます。よし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 、入れ食いや、ちょっと閉めちゃおうか。生かして帰ろうかなと思ったけど、ちょっと氷締めにして帰ろう。あの頭もね骨も全部一緒に開くね干物にしたいと思ってるので、どちらかというとちっちゃいやつの方が助かる。大きいのはねまた秋頃投げ釣りで狙います。10月11月ぐらいになると、あの18センチぐらいのやつがね投げ釣りで結構釣れるようになるので、沖でね、まあ、手前でも釣れるみたいだけど、秋は僕は、おーおーもうすごいな、投入直後に食ってくるわ。秋はね延べ竿じゃなくて投げ釣りで狙います。お、なんかでかい、でかいんじゃない、元気なだけでした。あ、ウロハゼだ。僕は今ね磯目使ってますけど、ボイルベビーホタテとかで釣れるのでね、家族でやるときはあんまり磯目触りたくないよって時はね、ベビーホタテとかパワー磯目とか、まあベビーホタテがいいかな、スーパーですぐ手に入るしね。おお、すげえ、あのしなる音がね気持ちいいね。キルレレレレレってラインが結構いいサイズが多いな。よいしょ、イエイ。おおおお、いやー楽しい、こんだけパカパカ釣れると楽しいね。よいしょ、いかん、急に眠くなってきた。よいしょ、ハゼのサイズがいいな。まだ8月にもなってないのにハゼがやたら育ってる。それかあれかな、ここ3年コロナで出かけれなくて釣りを始めたファミリーとかがちょっと でかいってか元気か、元気だった。釣りを始めたねファミリーが出かけられるようになって釣りをやらなくなってハゼが育ったかな、釣られずに。雨の夜はね誰もいないしね、基本的にはたまにいるけど、昼間に比べたらすげえ静か。えい、ハゼはねちなみに夜釣りやっててね、ライトつけっぱなしでガンガン照らしてても普通に食ってきますね。ライト照らすと逃げるとかそういうことはハゼは感じたことないかな。ライト当てながらでも食ってくるしね。よいしょ、
いやハゼいいよ、面白い。すげえ雨降ってきた。屋根があるから全然問題ないんだけど。お、なんか重たい。よいしょ。餌がね、石ゴカイとゴールドと両方持ってきてるんだけどね、ゴールドの方が圧倒的に食いがいいわ。あ、なんだ、最後かこれは。違うわ、ハゼだ。ハゼ結構浮いてるな。そこに着く前に食ってきた。これ餌3回目。古くなってくると食いがさすがに悪くなってくるんだけど。食ってくるわ。もう落ちパク状態。これぐらいが食べやすくていいね、干物にするときは。骨ごと。お、これ4回目もいけるか。そろそろ限界だな。そろそろもうブヨブヨ限界っぽいけど、4回目いけるか。さすがに厳しいか。さすがに4回目になると餌がズブズブだからね、食いが悪いね。餌使い回して釣れないなぁと思ったらね、やっぱすぐ変えた方が。餌変えるとね、すぐ食ってくるね。よいしょ。さあ、ぼちぼち夜明けだね。4時23分。お、1時間。ちょうど1時間ぐらいか。消化的には満足だな、もう。最初10匹って言ってたもんね。10匹って言ってたけど、何匹いるんだろう。結構いるよ。結構いる。結構いっぱい釣れました。まあ帰ってからだな、超過数えるのは。もう今日はね、氷締めで帰っちゃいます。冷海水で、冷海水で締めて帰りたいと思います。あー楽しかった。はい、今回の超過はこちら。ハゼがね、1時間ちょっとで34匹。かなりコンスタントに釣れてましたね。これでかい。これめっちゃでかいよね。しかも全然細くないんで。もう一匹ね、このぐらいのやつが釣れたんだけど、それはもうガリッガリだったから、その子はちょっとね返してきました。これは太いわ。太いしでかい。あとはまあアベレージこんなもんかな。それでも結構サイズ的にはいい感じです。で、たまにポツポツちっちゃいのがね、このぐらいのちっちゃいのが混ざる感じでした。はい、それではこちらね、早速干物にして、で乾杯したいなと思います。ハゼをね、漬け置きして塩水に漬けてね、よし乾かそうと思って並べてたら、まさかの土砂降りです。聞こえるかな音。かなり雨、ザーザー。しょうがないので、あの風を思い切り当てて乾かしたいと思います。乾くかな。はい、完成しました。こちらね、ハゼの干物と、漬け。ハゼの一番でかかったやつを肝醤油で漬けにして、で肝も一緒に漬けにしてお寿司にしてみました。はい、完成。今ね、ホットプレートだけどね、家族でバーベキュー中です。イエーイ。はい、それでは乾杯しましょう。もうとっくに始まってるけど。はい、お疲れ様です。乾杯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 。あいいわ、最高。ちょっと先にハゼだけ焼いといて、よし、それではいただきます。まずはこちらに
ハゼの肝醤油漬けです。いただきます。うわ、めちゃくちゃうまい、これ。あ、漬けいいわ、漬け。周りにみんながいると、めちゃくちゃやりにくい。恥ずかしいね。恥ずかしいね。はい。あー、漬けうまい。結構暗くなってきたな。始めた時はだいぶ明るかったのに。でこちらハゼの肝のね、結構いい感じに焼けてます。いただきます。あー、うまっ。あ、ちょっとしょっぱかった。あ、でもいいわ、いい感じだ、おいしい。あ、熱い。焼き加減が難しいよ。食べる食べる。おいしい。美味しいでしょ。美味しいよ、ハゼ。これがパカパカ釣れるんだから。いただきます。パカ釣れてくる。うん、キッチキチー、これ美味しい。うん。何チッチキチ。どういうこと？やばくないよ。チッチキチ。親指差し出されたらチッチキチじゃない。嫌い。まだ10のほど。チッチキチ。あ。いや、いや、ハゼうまいだろ。うん、おいしい。それでは、ちょっとね、まあ、家族でバーベキューしてる最中なのでこの辺で終わりたいと思います。それでは今回はね、ハゼの延沢彫刻、夜の雨の中での映りたいから出そうよ。はい、ハゼのね、延沢彫刻でした。どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。